ボブ・オートン・ボブ・オートンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニックネームは、ビッグ・オー。カンザス州カンザスシティ出身。息子のボブ・オートン・ジュニアとバリー・オートン。ボブ・オートン・ジュニアの息子である孫のランディ・オートンも、プロレスラーである。アンドレザ・ジャイアントとも親交があった。オクラホマ大学にて、レスリングで活動後、1951年にプロデビュー。 同年12月と54年1月に NWA ハートオブアメリカヘビー級王座をダッシュ。1954年2月には NWA 水売りヘビー級王座をダッシュした。1960年代中頃よりフロリダ地区で活動。エディグラハムやカウボーイボブエリスといった人気レスラーから南部ヘビー級王座をダッシュするなど活躍。1968年には エディグラハムとのコンビでフロリダ版の NWA 世界タッグ王座を獲得した。1967年頃よりアワーで活動。そこでも南西部ヘビー級王座及びタッグ王座を獲得するなど活動。1972年7月、広松田とのコンビでフルスフロリダ地区でフロリダタッグ王座をダッシュ。同年8月、同じく松田とのコンビで フロリダタック王座を奪還するがこれが最後の獲得タイトルとなった。1980年に引退。それまで長きにわたり、レスラーとして活動した。その間には、ボブ・オートン・ジュニアと NWA フロリダタック王座もダッシュしている。引退後は、公の場に姿はあまり表さなかったが、ボブ・オートン・ジュニアが WWE 殿堂入りした際、表彰式にも参加している。 力道山がアメリカ武者修行中、空手チョップがその威力の高さのため現地のレスラーたちに敬遠され反則に指定しろという意見が出たことがある。その時にこの意見を一周し、自らが進んで空手チョップを受けたという逸話が残っている。一時は覆面レスラーに変身し、ビッグ王やゾディアックを名乗っていた。ありがとうございます。